どうも、桜井トールです。ヴァンパイア続きやっていきたいと思います。さてと、とりあえず病院に行こうかね。なんかすごい身なり良くなってんな。ね、この医者の人が見繕ってくれた服装だ。時に獲物を逃がすのは狩人の知恵だ。だが飢えた狩人は長くは走れない。まあ、あいつちょっとろくでもなさそうやったけどな。私を病院へ連れてって。なんかのタイトルで見たことあるんだよな。なんだろう、ライ麦畑院とかなかったっけ。まあ、とりあえずアイテム探索は、なんかすごいな。野外に、それこそなんかもう戦場みたいやね。野外診療してるってことか。てかもう入りきらないんだ。あ、スペイン風邪とか言ってたもんな、流行り病。じゃあもうあれか、まさにじゃん今。その世の中はコロナマックスだけど、ここまではひどくないよな。こんな雨が降る中、外にテント張って、粗末なベッドに寝かされて、つらっ。まあ、早くしてって言われて怒られた。先生、どこに行ってらっしゃったんです？どんなに有名な方でも新任のスタッフとかくれんぼする暇はないんですよ。桟橋の近くで怪我人を見つけたんですよ。クレイ・コックスという名の人物です。緊急の処置が必要です。もう改心なさってるんですか？それでこそペンブロック精神ですわ。ポーターのミルトンに頼んですぐに彼を帰らせましょう。ありがとう。何か役に立てることは？スワンジー先生があなたに静かなオフィスをとおっしゃったんです。2階のドアに名札がついたお部屋があります。ありがとう。クレイン看護師でしたね。はい、ドロシー・クレインです。ペンブロック病院へようこそ、リード先生。診察室の準備もできていますよ。2、3質問が。ハンプトンさんの具合は？それでハンプトンさん、ここに運び込まれた患者だが、彼の容体はどう？彼が落ち着いて眠れるように鎮静剤を投与しました。かわいそうに、ひどいショック状態で。うん、まあいいや、さよなら。ありがとう、クレインさん。インフルエンザのため新規患者の受け入れはできません。病院は満室です。ご帰宅ください。いやもうほんとこれだよね、今の季節性インフルエンザだから。今のインフルエンザよりも毒性が高い頃ってことだよね、スペイン風邪。いやーものすごい人数死んだっていうからね。しかもこの時だからマスクとかもしてなかったんじゃないかな。なんかね、まあいっか、とりあえず自分の部屋に行こう。ここら辺の人ともその親密度を上げることができるんです。スワンジー博士は正しい。この場所は私の調査を続けるのに完璧な場所のようだ。これなんだ。病気を予防しましょう。不用意に唾を吐いたり、くしゃみや咳をするとインフルエンザを拡散させます。喉と鼻からの飛沫によって拡散されます。公共の場での咳は禁止されています。はあ、なんか成長しねえなって感じすんな、人間って。これが1918年第一次世界大戦の頃だから、まあ約100年前だよ。100年前もこういう感染症系が流行って、100年後にまたコロナが流行って、変な感じやね。 TL ドのカルテ、
特記事項、患者の顔は戦争中の爆撃で重度の熱傷を負っており、損傷が激しい。最も強い鎮静剤を用いても患者の言うところでは炎が皮膚の下で燃えているような傷からの痛みに常時耐えていると訴えている。ちょっとよくわかりません。なんとか化した組織の検査では炎症や感染や腫れの痕跡は見られなかった。傷口は戦場、持続的な神経の損傷によって引き起こされている症例だろうか。患者は自身の外見の損傷について自分を責め続けている。生存者罪悪感によるものだろうか。戦友たちと共に死ななかった罪悪感として現れている現実なのだろうか。ああ、じゃあ第一次大戦の時の人かの人のカルテルってことがことだね、が上にペット置いてたんだ。オッケー。ここもあ、なんかあるわ。 It's locked. うん、施錠されている。はい、私のオフィスはここかな。ガチャーン。 This must be the place. ここだな。 It's definitely away from prying eyes. ここは確かに覗き見とは無縁だ。Relegated to the shadows. 影に追放される。 A kingdom of my own. 私の王国に。 At least I won't be sleeping. 少なくとも棺桶で眠らなくていい。おお、窓全部打ち付けてあるやん。やる、仕事できんな。いいね。うん、これは快適だわ。これなんだ？イーコンの記事。ヴァンパイアに接近し、科学的かつ合理的な目で彼らの興味深い肉体的および心理的な特徴を観察できる機会は滅多になく、特権とさえ言える。数人のヴァンパイア、あるいは彼らが好む呼び方ではイーコンへのインタビューを通した10年以上に及ぶ私の個人的観察によって、彼らの極めて魅力的な能力が判明した。超自然的スピード。ヴァンパイアは人間と同じように行動できるが、目を養えば彼らが非常に鋭敏な感覚を持っていることを見抜けるだろう。そしてどんな人間よりも敏速に反応することができる。特定の状況、警戒時、驚いた時、逃走する必要がある場合などにおいて、彼らはあたかも一瞬で消え失せ、どこか別の場所に再び姿を現したかのように非常に素早く動くことができる。人間の目では動きを追うことができないほど素早いが、それはテレポートや非物質化などではない。単に神業と言っていいほどに素早いのである。個人的には彼らは猫のような特性を持っており、人間よりも速く走ったり回避でき、素早く遠くまでジャンプできるのだと考えている。彼らはまたこの素早さによって体力を消耗しており、身体的制約に縛られてもいるようだ。催眠術。ヴァンパイアはまた強力な能力の一つとして人間を従わせることもできる。私はこの特性を催眠術と呼んでいるが、これは対象の精神状態を操るようなだったらバラ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 とありまして、血を知覚することもできる。はい、ものすごい量やな。はい、ご興味あったらぜひ読んでください。イーコンの記事。これはだからあれか、ペンブログのあの院長の記事ってことでいいのかな。花が枯れかけている。水が必要だ。あ、そう。これか。ウィリアム・ビショップの血液サンプル分析。お、血清ができました。あー、なるほど。ウィリアム・ビショップの血液は人間の血液よりも不安定で強い変異を呈している。だがこれは私に起こったことではない。調査を続けなければ。もうすぐ日が昇るのを感じる。次はまた明日の夜だ。時間はいくらでもあるんだから。じゃあ寝ますか。はい、何をあげればいい？黒をあげられる？あげ、2000必要か。あげられないね。オートファジーはあげられない。ヘルスを増加、スタミナ増加、ブラッド上限。まあ、とりあえず体力を上げといて損はないと思うから、体力上げよう。もう1000あるんか。とりあえず体力でいいんじゃない？もう
バカの一つ覚えみたいに体力ばっか上げる。バイトによるダメージ。なるほど。バイトする時のライフ自動回復量が今 5% なんだ。でこれは凝固。あと700あるんだな。スタミナを上げるか、ブラッドの上限を上げるか。今んとこ戦闘に困ってないからスタミナ上げて、スタミナイコール回避、何回回避できるかっていうのも関係するので、スタミナ上げとこう。次の夜、私の調査が完了するまでここに留まるとして、人間の目を欺いて正体を隠す方法を覚えた方が良さそうだ。だがこの血の渇きをどうすれば。ああ、喉は渇くのね。スワンジー博士のメッセージ。ジョナサン、2階に君のオフィスを確保するようクレイン看護師にお願いしておいたよ。はあ。なるほど。はい、スワンジー博士のメッセージ。じゃあいっか。なんか武器手に入れてたよな。これか、中古の糸の弓の子。えらい怖いもん。骨切るやつだよね、弓の子って。マチェって、中古の警棒。警棒にしてはなんかトゲトゲついてません？ 65。 あ、65はダメージこっちの方が上じゃん。じゃあ弓の子。あ、弾丸がないわ。弾丸補充しとこう。これで全部弾ねえじゃん。弾ないもの装備してても仕方ないよな。 OK。 はい、行きましょう。ん？何？ Yes, Nurse Crane? はい、クレインさん、どうしました？本当にすみません。スワンジー先生が休ませるようにとおっしゃったのは知っているんですが、ちょっと危機的状況なんです。危機だって。消毒液がもうすぐなくなりそうなんです。ここにないかと思って来てみたんですが。消毒液が全然ない。どんな病院の運営をしているんだ。消毒液がないんだなんて。あなたは長い間ここにいらっしゃらなかったでしょ、先生。戦争とこの疾病で、疫病で物資はここ何ヶ月も不足しているんです。解決法があるかもしれない。フランスでの戦争の間、医薬品の不足は日常茶飯事でね。我々はそれを知恵で乗り越えたものさ。どういう意味です？配合が正しければ、ある種の家庭用化学薬品は緊急の代替品として使えるんだ。病院の倉庫はどこです？倉庫だなんてとても無理ですわ。ここはペンブロークですよ。どこも埋まっています。以前は古い遺体安置所に何でもしまっていました。そこから探し始めるのが良さそうですね。安置所はどこかな？病院の後ろの大きな建物です。衛生上の理由で封鎖しているので、裏手のドアに回らないといけません。この鍵をどうぞ。狭い小道の突き当たりにある裏口の鍵です。病院の裏に使われていない遺体安置所、小道の突き当たりの小さなドアだね。すぐ向かう。ありがとう。消毒液ないってえらいこっちゃな。Y に従って進みゃいいんだな。ほっ、ここか。地形、It's locked. 違うやん。小道に従、病院出なきゃいけないのか。アイテムゲット。こっちで合ってるか。庭にスカルの声。調べてみよう。誰かを見つけたら大変だ。スカルってウィリアム・ビショップがなったやつってことよな。あ、いた、2人いる。静かに寄ろう。
よし、レベル7だ。えらい強いな。やっべ、まず1体殺そう。 OK。 なんか変な技使うな。すまんな、まともに戦うと思ったか。うおっと、 OK、 バイト。よし、財布の中の写真、笑顔の愛し合うカップルが写った写真、裏に短い文言が書かれている。ミルトンとピッパ永遠に。ふん、ミルトンってなんだっけ。なんか聞いたことあるこれ。どこに行こう。ここら辺なんかあんのかな。ないな、なんもねえわ。ん、俺どこに行けばいいんだこれ。 Y に従って行こう。あれ、俺見過ごしたか、このスカル退治してて。この移動早えな。あ、これ、ああすみません、スルーしてました。あ、赤ちゃん用粉ミルクか。さて、ここがあれだ、医薬品があるかもしれない古い遺体安置所。地区の状態、健康。なんか嫌な音すんな。ガラス瓶ゲット。よいしょ。敵いるか。変な音はするけど敵はいなさそう。うーん、じゃあまあとりあえず探索しなきゃな。消毒液見つけなきゃ。ガラス瓶ばっかだな。外出ちゃって、何の探索もせずに外に出てしまった。強さが十分でない時は市民の血が進化のための一番の早道であることを覚えておきましょう。はい、けどあれでしょ、血を吸っちゃったらねえ。あ、ここか。あれ、ここ俺さっき入れんかったとこやん。あ、じゃああれか、裏側から鍵を開けたってことね。隠れ家は大抵寂しい場所に位置しています。日当たりが悪い感じだろうねきっとね。さて、探索再開。なんかあるかな。基本暗いよね。お金ゲット、シリング。こう上とかも行った方がいいんかな。お、いるやん、スカル、悪党スカル。なんとも、倒していいよって言われてるような気がする。悪党だもんね。あー、人食ってるわ。よいしょ。よっしゃ。よいしょ、もう一丁。よいしょ。
はい、血をいただきましょう。ごちそうさま。感染したウィリアム・ビショップの行動に似ている。同じ系統に違いない。この病気はインフルエンザよりも伝播が早い。シガレットケースをゲット。アルコールのボトル、いいやん。あ、地下室に入れるに違いない。アルコールボトルって要は消毒液やんね。 70% とかにしたら消毒液として使えるんでしょ。どこに敵がいる。おお、いたいたいた、びっくりした。オッケー、オッケー。血液サンプルゲット。ここは開かないのか。I cannot enter. 了解。シリングゲット。ガラス瓶とキニーネ、キニーネゲット。ショットガンシェル2個と弾薬。いいね、弾薬はありがたいです。ん？ここまだ見てないか。ボールズオブマーズ。競争剤だ。効果がないので有名だが、これには役に立つかも。なんて読むか分かんなかった。いや、漢字としては簡単だったけど、どう読めばいいのか分からなかったな。ここにも死体がある。じゃああれだ、地下室に行こう。おお、びっくりした。普通にびっくりしてしまった。いっぱいいるな。悪党だから倒そう。 These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. よいしょ。よいしょ。 OK。 あれ、これヴァンパイアハンターっぽいけど、調査しに来たんかな。ここ、こっちはいけない。もう一人いたよね、そこか。オッケー、オッケー。一回クロをかましてから血吸えるね。もう一匹いるか。オッケー。よしよし、今のところ押し負けてはいない。あれか、首席さん第一なんたらって書いてたな。ほんと薬品名って分かんないよ。分かんないよね。なんだこれ。新しく市民を調査できるようになりました。地域調査メニューが開きます。はあ、市民調査は地区ごとに分類されてここに表示されます。新しい市民クエストは四角でマーキング。なるほど。これか、これもか。ゼーハーダーゼーフォール、善と悪の庭園の真夜中、サブクエね。サミュエル・コナー、コーカソイド人、人種がコーカソイド、男性39歳不明、漁師、死亡型は自然死です。考えられる死因、ウイルス性肺硬化症による急速な進行性肺炎、スペイン風邪、
コーコラン・ティペッツ医師、グイネス・プラナガン看護師、検視担当者のサイン・コーコラン・ティペッツ医師。コナー氏の傷はレポートと一致しない。調査してみる方が良さそうだ。自然死って言ってたよね。口角は？口角にピンクの泡の痕跡がある。薬物の過剰使用かな？オーバードーズか。いくつもの、ああ読めないな、擦り傷かな、傷口、腕と足に点在している船乗りが両親によくある古くて特徴的な傷だ。あ、これは船乗りにある傷なのね。胸郭はもともと手術のために開かれていた。縫合痕は綺麗だ、しかし再度開かれている。うん、左肺に、うん、突口かな、おそらく強行チューブ挿入だろう。それはよくわからんかった。内出血の兆候、どうやらティペッツ医師は麻酔薬の量を間違えて患者の死を引き起こした。そしてもう一度手術しようとしたんだな。ティペッツはとんでもないミスを犯したんだ。話をつけよう。ティペッツ医師が医療ミスをしたってことね。It's locked, all right. It's locked. なこれ、中古のリストン灯。へえ、三角を押すと直接血を吸える。これリストン灯。へえ、じゃあ後々使うかもしれんな。結局このゲームはスタンをしてバイト、吸血することによって血液量を増やして、それで、ヴァンパイアの能力とかを使うんですが、リストン糖を使うと直接吸うので、リストン糖を切りつけて切りつけて、ブラッドを回復して技を使う戦い方なのか、スタンしてバイトして戦っていくのかっていう戦闘スタイルが人によって結構変わります。まあ銃でね、スタンしてもいいし、銃で削ってもいいし、まあそこは人の、それぞれの戦闘スタイルがあるから。俺何がいいかな。この杭を使ってのスタン攻撃もどん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 耐性がつくんですよ。雑魚にしろボスにしろどっちも耐性がついてしまうので、あんまりいっぱい使うことはできないっていうので、リストン糖が便利っていうのはあるよね。ほら今2回でスタンしたんですが、戦っていくとね、あの回数が増えていくんです。今回3回当てないとスタンしなくなる。スタンに抵抗力が出るんだろうね。よいしょ。まあそういうのも考えつつちょっと強化していかなきゃいけないな。ここは、あ、さっきのとこか。閃光って読むんか。お、ボス戦か。何？叫び声。お、お、おお、びっくりした。影に実体があるってこと？いやー、使い、戦いにくいな、これ。これはやばいな。ここで避けて、こう裏に回ってきて、だからそうだな。オッケー、ちょっと慣れてきた。ちょっと待ってよ、ハンドガン一発撃っとこう。ボス戦になるとこのスタン抵抗力上がんのつらいよね。オッケー、はい、血をください。でここで武器変更。ルパーラ、卑怯じゃない。
あと一発か。おい、どうした？オッケー。スカルはこんなに凶悪になりうるんだな。もっと強くならないと彼らに勝てないんじゃないか。血を飲むのは魅力的だ。次亜塩素酸ナトリウム投与には危険を伴うが、容量を守れば効果的だ。ああ、死体安置所やね。ぐる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 回っちゃった。これは何？ん？上に行けばいいのかな？ほっ。謎の処方箋と、これは？ああ、これはあれだ。武器強化とかのやつや。うん。特にアイテムはないな。さて、なんか強化できるかな？競争剤を製作できる素材が揃っています。競争剤？あ、これ、はいはいはい。あ、これはあれだ。人と会話をしていく間に、その人が持病を持ってた時に、まあ、ジョナサン・リード医師は医者なので、この競争剤とかをプレゼントして好感度を上げることができるんです。よいしょ。なんか、あ、いいやん。弓の子強化できるな。弓の子の最終強化は200で、ダメージアップ、ダメージアップで、これハンドリングでしょ。ダメージアップ、ダメージアップが43個しかないね。これはマッチエッテはレベルが上がらない。中古の鎌はダメージアップが4つあるから、あー、330のダメージアップか。うん、鎌強いかもな。ただ鎌を装備するとスタンができなくなるんだよね。中古の杭、ちょっとこのまま様子見ていこう。 OK。 よし、じゃあ一旦ここで区切りたいと思います。とりあえず消毒薬は手に入れたから、これを持ってドロシー・クレインの元に行けばいいかな。はい、死体安置所の探索終了。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。